えー、こんにちは、八神です。ということで、いろいろなったんで、Vlog やっていきたいと思います。あ、違うわ。違うわ。あのさ、そうそう。スタンド FM もさ、スタンド FM ってあるでしょ、音声コンテンツ。ほんで、昨日ちょっと話をしてて、ああ、そのスタンド FM っていうのもちょっと、可能性あるよなーと思って、俺もやってみようと思って。俺も、ちょっとでも良さそうだなーと思ったら、すぐやるもんでね。ほんで、なんかあんまり良くなかったら、すぐやめるもんでね。 とりあえずね、すぐやるっていう、あのー、ことだけは得意なんですよ。そうそうそうだっただもんでさっきもさっきっていうか昨日かテストでさやってみたわけ、あのー、YouTube のこの Vlog の音声だけを切り取ってそれをスタンド FM に上げるっていうことをちょっといろいろやってみたんだけどなんか上手にできたもんでさ、まあ、ちょっとやってみようかなと思って。 だけどまあちょっと一手間も二手間もあるもんで続くかどうかは分からんけどもとりあえずちょっとこの Vlog の音声をスタンド FM にも上げていきたいと思いますのでよろしくお願いしますまあ発信源はやっぱあった方がいいでしょうだけどまあやっぱ続けれんことにはさいかんもんでまあその辺のバランスだよねやることどん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 増やしてても続けれんかったら本当に意味ないからさまあその辺はちょっととりあえずやってみて あのどれぐらいの労力が必要なのかとか、試してみたいと思います。そう。だから、Vlog って言ったらいかんだったわ。なんか、いかんことないけど、別に。なんか、一番最初にさ、スタンド FM だけ聞いた人はさ、あのー、こんにちは、やがみです。Vlog やっていきたいと思います。とか言って、何 Vlog って言ってなるじゃん。ただの音声コンテンツだもんで。そう。だから、それを Vlog やっていきたいと思いますっていうのを、やめようと思っとったんだったわ。そういえば。<laughs> って話ですよ。 スタンド FM はさ、後ろに BGM みたいなうっすら勝手につけてくれるもんでさ、いいよね。なんかそれちょっとやりますので、よろしくお願いします。ということで、まあ今日はあの昭和の日ですよ。ゴールデンウィーク前半の,あの3連休の最終日。なんか今もさ、道も結構空いてんだよね。もうみんなあれか、また明日からちょっと中へ中、中休みじゃなくて、中休みの逆だから。 そのちょっと仕事しなかんもんで今日は家でゆっくりしとるんかなまあね昨日もねあのー、おかげさまでいい一日になりましたよありがとうございましたもう空気もよくてさやっぱりあのポジティブな人っていうか元気な人が来ると元気になるんだわなんか空気がそれをねあのー、昨日はものすごい体感したやっぱりこう話し声だったりとか笑い声だったりとか なんかそういうものが場の空気っていうのを作っていくんだなっていうのはつくづく思うしなんかずっと黙っとってもさシーンとしたなんか変な空気になっちゃうでしょだからなんかやっぱ元気な人とと何かをするっていいいうのはいいことだよ、ね、でまあ昨日もライブ終わってからも、まあ、飲みに行ってさいろいろと話しさせてもらったんだけどやっぱりその共感する部分が多いっていうか、あのー、本当にみんな必死にやっとるもんでさ なんか本当に頑張っとる人っていうのをまあ俺も自分も頑張っとるでなんか一緒に何かやっていきたいなんてすげえ思ったわまあだけどなんかさいろいろ見とるとさ頑張っとる人をさ妬むとか応援しないとか別に応援はしんでいいんだけど妬んだりなんか邪魔したり悪く言ったりする人って何なのって本当に思うよね。ああのそんんんんんなことやっっる時間ががたらささ自分がどん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 さ なんかやってけえいいじゃん別に。だけどなんか自分何もやってねえのにさなんかそうやって頑張っとる人のこととかをさなんかあいつはいかんとかさ言う人っておるじゃん。まあなんかそういう人ってどういう思考しとんだろうなと思って。だから頑張ってる人を応援する人あ違ゃあ成功してる人を何だっ,たっけななんか神様アスカの名言集みたいななんか誰かツイッターで上げとったんだけど成功してる人を じゃじゃ他人の成功を喜べる人は回り回ってその自分にもその成功がやってくるけどなんか何喜べない人はもうずっと成功なんてやってこないみたいな <laughs> 忘れたけどさまあなんか簡単に言うとそんな感じですよそんなことをあのー、見てさその通りだなと思ってそうだからさまあ人間っちゅうのは 合う合わんはあるけども、その誰かの成功を、成功じゃない逆に失敗を願うとか、俺なん、ね、絶対思われとるもん、なんか誰かに。絶対何人かにさ、あいつ調子に乗っとるもんで、潰れりゃいいのにとかさ、が絶対思われとるんだね。その、まあみんな思われとるか。あの、調子いい人はさ、あの、ムカつくんじゃないそういう人たちからしたら。なんかそう思われても、俺は、 その邪念を餌にしてどん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 成長していってやろうと思ってなんかあいつ潰れろみたいなあいつ失敗しろみたいな念をバクバク食ってそれをどんどん成長していくなんかなかったそういう「なんかドラゴンボール」とかのキャラでなんか悪い念を食べてさどんどん成長していくみたいななかったか全然分からんけど。 まあそんな感じですよ。なんかモンスターみたいな感じですよ。ということで、あのー、まあ、そんなような話もしとったんだわ、昨日。なんかさ、本当に頑張っとる人には成功してほしいし、あのー、成功よろ、他人の成功を喜べる人は、あのー、成功しますよ、絶対。だけど、他人が、あいつ失敗しろとか、あいつそんなことばっかり言っとる人は、どん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 その負の、あのー、ループに陥ってきますよ。 あの本当にそれはそうだと思うよなんかさループってあるでしょう人生のなんか回転ってあるでしょなんかループあの今なんかいい波乗ってんねみたいな感じの時とさ今もう悪いことばっかりしか起こらんわみたいな,なんかこうあるじゃんサイ,サイクルだサイクルがあるでしょうでそれってどこのサイクルに乗っかるかって本当にその時の自分の気持ち次第だと思うわけだから おっしゃーみたいな俺やってくぜみたいな感じでさいろんなとこ遊びに行ったりするといろんな人に出会ってでいろんな話があってどん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 いいサイクルになっていくけどなんかもう無理だわみたいな感じであの家でずっと SNS だけ見てさなんか人の悪口みたいな何ていうの人の悪口っていうかそのネガティブなことばっかり書いとったらそれはそれでそのサイクルに絶対入っていくと思うわけ。だからやっぱり いいサイクルに乗っかるかどうかっていうのは自分次第だしでいいサイクルに乗っかるためにはもう本当にさなんか人のなんか成功じゃないが人の失敗を喜ぶようなあの考え方だとさ絶対そんなような風な悪いサイクルに入っていくと思うもんでまあまあそんなようなことですよ。とにかくさみんなめっちゃ頑張っとるからやっぱ俺思ったけどんで本当にさ 大変な思いをしるる人って一方おるんだわだから、まあ、そこはさ、まあ、そういう同じ気持ちの人同士さなん,かなんか少しでも協力し合ってさ上げてきたよね。ということで、まあ、ちょっと今日3連休最終日ですけども皆さん楽しんでいきましょうということでちょっとこれスタンド FM にも上げてみるからさあのまたスタンド FM のこととかもまた紹介していきたいと思います。 最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。